就労支援施設で働く障害者に賃金の未払いがあったとして札幌市は事業者に対し指定を取り消す処分を行いました札幌市が指定を取り消すのは障害者が支援を受けながら働く就労支援施設みんなのお仕事菊水とみんなのお仕事総苑です札幌市は施設を運営する中和ウェルフェアが34人に対し 6月と7月の賃金の一部、合わせておよそ210万円分を支払っておらず、障害者への経済的虐待に当たると判断しました。また、この運営会社は必要な管理責任者を配置せずに補助金を過大請求するなどしていて、札幌市はおよそ4200万円の返還を求める方針です。運営会社の経営者は別会社で認可保育園も運営していましたが、 市からおよそ1億円を不正に受け取ったとして認可取り消しの処分を受けています。